私のメイクアップスペースをアップデートしました。この棚をね、組み立てたんですけど、さすがに2つじゃ足りなかったので、もう2つ足して、今4つあるっていう感じですね。こっちもちょっと足したかな、足してないかな。あとはこっちの引き出しにもいろいろとストックとかをしまってるっていう感じですね。はい、まずこちら、これ結構質問が多かったので、これがね、ブラッシュワークスっていうところのローラーなんですけど、ここがこうやってステンレスみたいになってるので、これ冷蔵庫に冷やしておくと、こうやって朝むくみとかマッサージしたり、ほてりを取るのに使ってます。一旦顔をね、クールダウンするとメイクのりも良くなるので、これを使ってます。次、こちらの眉毛のグルーなんですけど、こうやって今日みたいにこう立ち上げ眉毛をしてる時に上げるやつなんですけど、ソープブローだとちょっとね、白いケバケバが出てきちゃったりすることがあったんですけど、このグルーはね、綺麗に上がります。ファンデの上から今日やったんですけど、それでも全然綺麗にできるぐらい使いやすいかなと思って、最近はこれを使ってます。これがメイクアップレボリューションニックスで、オーストラリアとか海外在住の方は多分普通に薬局とかで買えるかなとは思うんですけど、日本の方はどうだろう、あるのかな。もしあったらね、ぜひトライしてみてください。やり方もショート動画に載っけてます。次にこちら、ベントンのアイラッシュセラム、アイラッシュセラムかな、名前。これまつげ美容液は私これを使ってて2本目ですね。でね、これのいいとこは色素沈着しないんですよ。だからこう、ありがたく使えるありがたく使えるっていうか、そう。そしたらまつげつながりで、これビューラーじゃないや、マスカラはこの AOU のオールデーマスカラ、これさ、めっちゃ良かった結構小さめだから量は少なめかなと思ったんだけど、もうね、これめっちゃ綺麗に上がるし、つけやすいし、落ちてこない、こうカールがね。最近はこの2つをめっちゃ使ってます。そしてハイライト、レアビューティーの、これショートでも上げたんですけど、めっちゃ綺麗。この新品の時はね、光沢がもうとにかくやばくて、今ちょっと使っちゃったからあれなんですけど、これめっちゃ綺麗なんですよ。こんな感じ。割と結構しっかりめなハイライトかなと思うんですけど、私はめっちゃ好きで最近よく使ってます。発色がめっちゃいいです。私ね、レアビューティーはこのブラッシュも持ってるんですけど、これも発色めっちゃ良くて、色も可愛いです。こっちがハッピー、こっちがジョイですね。これもね、ハイライトに近いぐらいツヤがね、めっちゃ出るタイプですね。これがハッピー、ジョイ、ほぼアイシャドウぐらい発色があるかもしれない。だから発色が良すぎてちょっとつけるの難しいって思う方はいるかもしれないんだけど、めっちゃね、綺麗なラメ感ですね。あと最近よく使ってるのがこのアワーグラスの、ライティングパウダーですね。これはね、こんな感じでめっちゃ細かいね、パールっていう感じかな。でも本当にささやかこんな感じ。今ここに塗ったんだけど、わかるかな。もう本当にさりげなくっていう感じなんですけど、このおでこのとことか、あと鼻とかにこれをね、ちょっとこうつけると、さりげなくね、肌をめっちゃ綺麗に見せてくれます。ただまあ、これだけでこの値段かっていうところはもしかしたらあるかもしれないけど、めっちゃおすすめ。これ次、レブロンのブロンザーです。こんな感じでなんかね、マットマットしてないんですよ。だからチークにも使えるし、ちょっとブロンジーなね、日焼けっぽい感じの肌にしたい時はもうこれ使っとけば超可愛いです。肌に溶け込んでいく感じだから、いっぱいつけてもね、結構厚塗りにもならないし、いい感じに日焼けしてるような感じの肌質になります。で、リキッドファンデーションなんですけど、これローラメルシエのリアルフローレスウェイトレスパーフェクティングファンデーション、こんな感じで結構スルーってした感じのテクスチャーなんですね。で、なんか、あ、ギトギトするかもって思ったんですけど、これね、時間経ってもめっちゃ肌綺麗なままになるので、なんて言えばいいんだろう、よれ方が綺麗っていうか、まあ、よれるたとしてもこう嫌なよれ方じゃないって言えばいいのかな。わかるかな。こうつけた時は
あまり肌にこう馴染んでかないみたいな感じがあったんですけど、ちょっと時間経つとめっちゃ馴染むんですよ。これ不思議、本当に。これも他で出してたんですけど、モーフィーのアイシャドウパレット、こんな感じの色味なんですけど、特にこれを使ってて、ここの色味めっちゃピンポイントなんですけど、この色味がね、なんとも言えない絶妙な色で、前回の動画でも私こっちのパレットを使ってたんですけど、これ最近めっちゃ使ってるかな。ただ真ん中のこのシルバーの使い道をちょっと考えないとかなっていう感じですけど、可愛いですよね。こっちの色も可愛い。あとはこれアルテシンサの新しいパレット、これあのアルテシンサ私結構お仕事一緒にさせていただくことも多いんですけど、このパレットさ、ユニークですよね。なんといってもここのバームがね、あのファンデが取れないんですよ。でラメが入ってるからハイライトにね使うとめっちゃトゥルントゥルン、リップとかに使っても可愛いんだよね。ちょっと上からだからあれだけど、ちょっと今メイクしてるんだけど、この上からつけてみようかな。わかるかな、伝わるのかな、これ。なんかね、本当に濡れ感が出るんですよ、ファンデがよれることなく。ほら、わかるんじゃない、これで。ただ髪の毛とかがここにあるとちょっとペトってついちゃうから、私みたいにこうオールバックしちゃった方がいいかもしれない。あと今日このロレアルのチークを買ってみました。なんか色味も使いやすそうだし、ほんのりパールみたいな感じかな。これはまだ使ってないんですけど、よかったらまた紹介しますね。ついでにこのカラーポップの、あのショート動画には載っけたんですけど、ミステリーボックスに入ってたこの大量のアイシャドウ、チラッと紹介しますね。はい、まずめっちゃ紫、めっちゃオレンジ、めっちゃ黄色。これはまあ普通にスモーキーの時とか使えそうですね。オレンジブラウン系って感じかな。このパレット私実はもうすでに持ってて、あの2個目なんですけど、これはねめっちゃ可愛いですよ。この2色めっちゃ可愛い。このまず大粒のラメがこんな感じで、これがピンクとゴールド、シルバーかな、もしかしたら。手でこうプレスしてのっければ全然1日あのよれることもなくめっちゃ綺麗につきます。でもこれは持ってるので、あのいとこにあげようと思います。これは結構普段使いできる色かなと思います。ラメも可愛いし、マットもそんなに色がどぎつくないから使いやすいかなと思います。あの明日からね、私4日間3日4日でメルボルンに行くんで、そのコスメ何持ってくよっていうのを紹介しようと思います。これがねあったらもうかなり便利ですっていうパレット、これがあればコントはできるし、オレンジもピンクもいけるし、マットもいけるし、ツヤ肌もいけるよみたいな感じで、あと鏡もでかいからこれは持っていこうかなと思って。でファンデーションはパーフェクトダイアリーの、このファンデーションさめっちゃいいですよ。ツヤツヤになる、なんて言うんだろう、なんかね本当にピンとなるんですよ肌が。だしリキッドファンデはちょっとあの持っていくにはね荷物が増えちゃうので、そう、このクッションファンデ、これメッシュタイプなんですけどを持ってきます。ちょっとテクスチャー買いたいよって時にいいかなって思って、これもちっちゃいのでね、そう、持ち運びに便利で、フェイスパウダーなんですけど、あんまり大きいのを持ってくのもちょっとめんどくさかったんで、これパッドの持ってくんですけど、これ実はねアンダーアイ用なんですけど、あの全然全顔に使ってもいい感じになるのでこれを持ってきます。でこれがアイシャドウスラッシュハイライトって感じなんですけど、まあいろんな色あるからラメでちょっと違うメイクをできるかなって思ってこれを持ってきます。あとちっちゃいからね、これも持ち運びに便利。そして細々してるのはこれ眉毛を立ち上げるやつですね。でベネフィットのアイブロウペンシル、ビーボ、もうこれ私いつも使ってるね、平成生まれの方は懐かしいっていう感じだと思うんですけど、そう、これとあとアイライナー、アイライナーこれね筆ペンメーカーから出てるアイライナーなんですけど、めっちゃよれない、本当に落ちないですこれ。で涙袋用のキャンメイクのコンシーラー、マスカラ、
で、ちょっとリップはどうしようかなと思ってるんですけど、どうしよう、ちょっと考え中です。で、あとマスカラじゃないや、ビューラーですね。ビューラー意外と忘れがち。なので私が今回持ってくのはこんくらいかな。こんだけあればね、結構いろんな、メイクアップスタイルができるかなと思うので、はい、これを持ってきます。ポーチはこれ。ハク、ことちゃんと2人だけど大丈夫？ハク。ハク。ことちゃんと2人だけど大丈夫？I think this is the street. Yeah.